皆さんこんにちは、シューポンキノコです。今日から青逃げ5が始まりますね。僕はもうワクワクでした。早速青ジェムショップが解説ですね。どっちも虹っぽいイメージなのかな？色が綺麗です。ジェムショップを見てみましょう。なるほど、全部ジェムで購入ですね。これはレインボードラゴンか、かっこいいな。虹の卵の提供割合は、なんだろう。今回加わったユニボーの、他にも、星3出ますね。で、ユニボーの能力やばい。トーチ家出現率アップが、特大ってどんだけ出るんだ？他にトーチ家とか青ゼニも、購入できるんだね。で、青玉まであるじゃん。ウイルスもある、なんでもやだな。ワードもあるね。これは青逃げ5で使うやつだね。とにかくやってみましょう。報酬でウイルス取ってたので、使ってきました。そしてやっぱりサボテンマン。操作する方を選択って、こっちしか選べないね。あ、マッチング早い。5人だからあっという間なのかな？ああ、ドキドキするな。なんだろう？島っぽいね。とりあえず左から探索してみよう。バルブを見つけて開けないとね。穴があるね、なんかありそう。あ、一瞬下にバルブが見えたね。まず下だな。ん？押せてる？押した感覚がわかりにくいな。お、いきなり中心止めみたいなやつが来るんだね。でもいつもと逆で手を離すのか。え、これ何回もやるんだな。開けるまでに何回も繰り返して、開けるんだね。ゲージの進みがめちゃ悪い。4回目だけどまだ開かないの？これ完全鬼だね。さっきの穴に入ってみよう。お、はしごがある。バルブもあるね。ああ、また来ちゃったな。ここは後回しだな。このマップは小さい島が繋がっているみたいだね。どっちに行ったら良いやら。これで3個開いたね。こっちにも穴があるな。この中にありそう。はしごの形は左と違ってるね。ここは空いてるから、僕はさっきの開けに行こう。短冊鬼が出たね。過去の青鬼がいろいろ出現するっぽいですね。この下のも途中だな。これって二人で押した方が、早いのかな。失敗しちゃった。一人瀕死になっているね。どこだろう？瀕死状態の人は助けることが、できます。どこだろう？いやー、ここか。これは厳しい。こっちを追いかけてきてくれれば、ワンチャンありかな？で、この入り口で待ち伏せされているかな？短冊を磨きちゃったな。クラゲ鬼、まだ張り付いているな。助けられなくてごめんなさい。でも助けるときってどうするんだろう？連打するのかな？あとバルブどこだっけ？お、ここだ。最後は穴の中のだな。カラスっていいか。入り口で張り付いているってことは誰か、中にいるのかな？どうするか。バルブを出てない感じだもんな。できたら鉢合わせは避けたいけど。行ってみるか。カラスっていここでうろうろか。移動直後は動かなければ、青にはすり抜けます。でも、さっきみたいに張り付かれちゃうと、出るに出れなくなっちゃうね。バルブは押してくれてたので脱出だー。
ここで連打か。めちゃ連打しています。やったー、開いたー。おお、青逃げじゃなくて生存成功って、出るんですね。ん、まだ挑戦中って、出てるけど。これで青獣さんが獲得できました。あ、なるほど、3人で逃げたから、1人当たり青ジェムが3個で、3人だと9個もらえるんだね。え？でもこれって、レインボードラゴンもらおうとしたら、1500個いるんだよね。遠いな。ちなみに5人全員で脱出できたら、青ジェム20個もらえます。それでも大変だな。ランキングが見れますね。701位、一気にレインボーになりました。1回やっただけで。ま、いいか。新しく追加になった青逃げ5をやってみました。めちゃめちゃ楽しいですね。今までにない協力プレイだと思います。青旗甲子園もチーム戦なんだけど、協力するという感じではなかったですね。青逃げ5はチームワークが大事です。この後やり込んでいきたいと思います。それからまたお知らせが入りました。先日告知のあった青鬼シリーズ最新作ですね。青鬼4かと思っていましたが、最新作のタイトルは、青鬼 X、だそうです。そして配信予定日が12月22日火曜日頃に、決定、とあります。コロってついてるから前後することもあるのかな？でもとにかく来週来るのは、間違いなさそうですね。青逃げ5といい、青鬼 X といい、すごい内容のアップデートが、立て続けに来てますね。しばらく青鬼から目が離せないです。それでは動画はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。